でもしょうがないと、あの例えば、まあこうやと、でこれをこうしたらどうなる、なんてことない、だからこれが、だからあれはパフォーマンスとしてこうやってるようには見せるけど、ここでここに力が伝わってるわけで、これをこうしたら何もならない、でこれをいかに強くしたりとか、これを下にしたらって何もならないわけ、これを動かしたらあかんねん、ここに、まあこれは今一応こうやったけど、これここでもいいねん、ね、こういう状態で膝があって、でくんね、これで力が順番に伝わってくるわけね、この膝、ここ変えて、この関係性変えて、ね、でこの膝がもうポイントで、この膝のやつを、でこれでやってんじゃない、なんか一応絵的にはさ、なんかこうした方がぽいけど、ここをこうやったかって無理やから、でこれはどっちかっていうとこっちに行く感じ、どう、軽くなったやろ、でこれを下にしたら無理やねん、こっちの方こう叩いていいやろ、だから痛くないこの方向に行くと相手の方に行ってへんから、だからもう触れてるだけでこっち、こういう感じね、